おはようございます。よろしくお願いします。おはようござい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 ます。すごい顔してた。真剣に。で、その狂気の顔を見て、宮川さんがもうそれに引いちゃった。今までそれまでは私の気で、こう岡田さんにちょっと注意しようかっていうくらいな感じだったんだけど、岡田さんその狂気の顔に、よーい。回します。回りました。スタート。めっちゃ薄まってますよ、お客さん。ガチやん。はい、カット。カット。ありがとう。ありがとうございます。はい、大丈夫です。ちょっとね。はい。OK であればチェックだけ。はい。終わりました。スタート。めっちゃ薄まってますやん、お客さん。すいません、もう一回。はい、すいません。よーい。回します。回りました。スタート。めっちゃ薄まってますやん、お客さん。よーい。回りました。スタート。はい、カット。すごい怖かった。僕は嬉しいってしゃあないですよ。いや僕も嬉しいです、ね、で前に2年前ぐらいですよ ね, すねあのちょっと映画で共演させていただいて、その時は父親役やったんですけども、ね、今回はちょっとね、はい、ちょっと違った設定、やっぱり楽しかったです本当に、はい、小川さんはいかがですか。いや本当宮川さんで本当良かったってほんま本当ですよ本当ですよ、ま、うあよかったよかった、あもう現場入っても安心しますし、いやいやありがとうございます、よかったと感じです本当に。ありがとうございます、はい、今回そんなセリフが動きとかセリフがあったわけじゃないじゃないですか、はい、そこの部分で演技に関してはちょっと難しかった面ありますか、お互い。ああそうか、別になんかね、そうですね、やり取りがなんかどうとかではないですもんね、うん、でもなんかすごく絶妙な間であのやらせてもらったの、本当に僕も本当にやりやすかったですね、だからその本当に映画で一回こうやらせていただいてたっていうのがやっぱりでかかったんちゃうかなと思いますけど、はい、あ、いや、とりあえず瞳孔開こうっていうでね、なんかちょっとね、気持ち悪いようにこうね、取り憑かれてるように見えたらいいなっていう気持ちでずっと、はい、やらせてもらいました。皆さんは、はい、あの、岡田さんの、はい、もうリアルな表情っていうのはいかがでしたか。いや、怖かったですねそこまで千年もええんちゃうっていうぐらいのちょっと怖さがありましたよねだから結構あの叫んでたりとかいろいろやらせていただいたんですけど、まあ素のリアクションというか、僕ほんまびっくりしいなんで毎回おっってなってましたねほんまビビりなんで、はい、そうですね。でもそこのやっぱりこう猟奇的というか、まあ岡田君
のやっぱりこうもう本当夢中になって手って取り憑かれてるというか、やっぱりそこなんじゃないかなと思いますけどね。はい。でも確かに宮川さん本当びっくりされてたんですね、大輔さん。もうほんまにしてましたよ僕。そのリアクションも超面白かったですからね。うわすごいわ、もうこんななってんねんね。ですね。すごい、すごいわ、こんな綺麗なんだ。もううわ何これ、こんなリアルに。いやこれはもうハマるわ。ハマりますね。うん、どうするんだろう、その今までのっていうことですよね。うん、今までのなくなったら何するんやろ、どうするんやろ。周りの人に助けてもらうしかないですよね。うん、一から説明してもらう、どういう関係性だったかって。うん、でも信じられないですよね。信じられへんと思う。ああどうしようかな、どうしようかな。あと親も分かんないですもんね。親も分からへんもん、全部友達も分からへん、なんか言われててもあぐらいでしょ。ですよね。逆に違う仕事ができるかもしれないですよ ね。そうそうそう、うん、それはありますよね。うん、まあ、今回そのファイナルファンタジー そのジョブシステムっていう部分もありますので、違う仕事をやるとしたら何します、今までの記憶がありません。いや僕ね、あの学校の先生、昔、あ、メガネなんでこんなやってんの。僕学校の先生、それもあの体育とかね、なんかそう別にそのじゃあずっと何運動やってたみたいなないんですけど、あの中学の時の体育の先生が本当好きで、僕、まあ、体育の先生の憧れはありますね。へえ、はい、何してねんとか走れとか、うん、なんかそんな感じのなんかこう青春のね、あの手伝いできるような先生になりたいなと思いますけどね。はい。なんだろう、でもそう言われると僕も昔書いてたのが保育士なんで、あ、保育士やりたいですね。うん、ちょっとお子さんと遊びつつ記憶を取り戻して。皆さんこんにちは、岡田将生です。宮川大輔です。この度僕らはスマホ RPG メビウスファイナルファンタジーの CM に出演しました。皆さん岡田君の表情にご注目でございます。それでは CM をご覧ください。どうぞ。